フジテレビを代表する。バラエティ番組。めちゃかけるにイケてる。土曜、7時57分、が、来年3月をもって、終了することが、4日の番組内で、正式発表された。看板企画。オファーシリーズ。の第15弾。ダンシングヒーローで、ゴイゴイスペシャル。のクランクアップの日。ナインティナインの、岡村隆史、47、は、ロケバスの中で、番組総監督、片岡飛鳥氏から、終了を告げられると、と数秒間絶句。リアルなやつですか。マジに終わる。ということですよね。びっくりしてますけど、ショッカー風の、コスプレ、ブラックスカルの、マスクをかぶって、いたため、表情を伺い、知ることは、できなかったが、動揺を隠しきれない、様子だった。また、番組では今後、半年間かけて、マル秘プロジェクト、を実施することを予告。岡村は全然やりますね。と気持ちを切り替えていた。めちゃイケは、1996年10月19日に、スタートし、4日放送分までで、放送回数は717回。前回、716回、までの、平均視聴率は、14.4% だった。歴代最高視聴率は、抜き打ち期末、テスト企画などを、放送した。2004年10月9日の、オールスター、夢の激突8周年大感謝 SP の 33.2%。近年は視聴率の低迷が続いていた。放送開始から22年目に入り、ピリオドが打たれる。